こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾンに送る、発送する段ボール。これは新品の高強度段ボールを使用してください。投げて運び、蹴って動かすので、普通の段ボールだと無事に物が届かないことがあります。これ段ボールの専門店のね、画面キャプチャーですけど、国内向けの宅配便とは異なり、輸送時間が長く、また積み替え回数も多いため、丈夫な段ボールでの発送がおすすめですと。ね、柔らかく書いてますけど。要はこういうことです。投げて運んで、蹴って動かすんで、丈夫な段ボールじゃないと無事届きませんということですね。で、たまたま、ね、段ボールの質問があってみたら、今、この便利そうな段ボール安く売ってたんで、このリンクです。ご紹介します。ね、10枚で、1782円、1枚178円で、100サイズ。110サイズ、120サイズと、ね、3サイズに、変えて使える段ボール。これ郵便局の120サイズか380円なんでね、それより、まあ、200円ぐらい安い。ね、プラス、隙間が多いときね、この隙間をね、ちょっと減らして送れるということでね、便利なんで、段ボールどうしようかなという場合はね、よかったらこれ試してみてください。またね、発送方法、こういう梱包でいいでしょうかとかね、何か、疑問に思ったり、あるいは確認したいことがあれば、お気軽にご質問ください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。